このクレーンめっちゃ可愛いんですけど、取れるかな。めっちゃ遅いやん。皆さんこんにちは。ただいまのアイロトーン時刻は2022年10月27日木曜日の午後3時27分です。今日はシャンクさんが行商にいらしてますよ。靴やバッグを求める方はぜひ広場にお越しくださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。間違えた。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで今日もまたねお仕事に繰り出していこうかなと思います。さあ、行くぜ行くぜ。あ、やっほー、おかえりアイナ。事務所でたくみさんに挨拶してきなよ。了解です、行ってきます。あー、いいね、かわいい。近寄っていくやつ、まだ制服も着てないのに。あら、えなちゃん、ニコちゃんとはおしゃべりできた？もしまだ話してないんだったら、桟橋でニコちゃんに声をかけてあげてね。そういえば前回ラストにそんなこと言ったっけ。いや、一応さっきさ、普通に声はかけられたけど、全然普通やったよ。よっ、ボートに乗るのかい？え？何か話があるんじゃないかって？さては、たくみさんだな。ま、話があるのは確かなんだけどさ。実はオイラ、アイナに聞きたいことがあったんだ。何？お、瓶。見てよ、この瓶。この間、浜辺を歩いてた時に流れ着いてるのを見つけたんだ。あ、ここにも流れ着くってこと？中に見たことないものが入ってて、ずっと気になってたんだよ。もしかして君ならわかるんじゃないかと思ってさ。レシピやろ？あ、ほらほらほら。これなんだけど、知ってる？知ってるよ。へぇ、DIY のレシピだったのか。なんだか面白そうなもんだね。ありがとう、アイナ。おかげで謎が解けたよ。この DIY レシピは君にあげるね。教えてくれたお礼ってことで。お、もらえた。外ではそういうのが流行ってたりするんだな。実はオイラ、その辺あまり知らなくってさ。じゃあ、またね。たくみさんにありがとうって伝えといて。どういうこと？ニコちゃんはこの島から出たことがないの？お父さんお母さんは？光ゴケのスツール。知らんやつか。うんうん。光ゴケのスツールのレシピを覚えた。イエーイ。材料その辺にいっぱいあるやろ。あの崖の上にいっぱい。お話ししてきました。アイナちゃん、ニコちゃんとお話できた？できました。へえ、 DIY の話で盛り上がったんだ。ニコちゃんの工作好きはしてたけど、あなたもそうだったとはね。何？ナッティさん、この前発注した作業台ってそろそろ届くわよね。何食べてんの、ナッティさん。もうすぐ。そっか、喋れるんやね。そう、ありがとう。あのね、アイナちゃん、実は何かと便利だろうと思って作業台を注文しておいたの。届き次第2階に置くから、 DIY したい時は好きに使ってね。それじゃ、この後もしお仕事するなら言ってちょうだい。いつ届くんやろ。もう届いてるとかはないか。なかったわ。じゃあ、お仕事します。なんか私、見てはいけないものを見たりとかしました？なんか、たくみさんがさ、作業をしよる手がさ、私が近づくと、いや、大丈夫そうやね。あいなちゃん、どうしたの？お仕事する？します。 OK、 お仕事を始めるのね。よし、今日もよろしく。さっきからずっと気になっとったんやけど、この箱めっちゃ可愛くない？え、これ靴のやつよね。靴の箱よね。めっちゃ可愛いんやけど。欲しい。終わったら買おう。え、なんか普通に外に出てきたけどさ、その辺の人の依頼受ければいいんかな。まあ、いっか、依頼受けるか。
これビネガーじゃない？どうしよっかな。ここからか。部屋中にクマさんがいたらとても楽しそうだと思うんです。自分もクマだけどね。バットをブンブン振れるガンガンな場所が欲しいな。ふんふん。ゲームセンターみたいなお部屋で毎日にぎやかに過ごしたいな。リズムに乗って楽しく運動できる部屋が欲しいわ。で、思うんやけどさ、ここの島って自分の島の住人たちはやってきたりせんのかな。お、あゆなみたいな、なんか来てほしくない？え、なんやった。リズムに乗って楽しく運動できる部屋。ふんふん。可愛くて涼しいお部屋でかき氷を作りたいな。なるほど。うん、ここの3択かな。どうしよっかな。でもクマさんいいな。でもゲームセンター、ゲームセンターで。僕にご用？君は別荘だったりするお仕事をしてる人なのか。せっかくだし相談乗ってくれない？僕ここに別荘を建てたいからお話聞いてほしいんだ。ブイブイ。もちろんです。わーい。それじゃあ早速お願いしちゃおうかな。ブイブイ。やっぱちょっとね、王道に可愛い系も好きなんやけど、多少変わった感じもね、変わりすぎとってもちょっとやりにくいけど。よろしくお願いします。こういう感じの別荘なんかいいんじゃないかなって思うんだけど。ゲーム大好き、ビネガー様。でもゲームセンターやったら、まあ周りが騒がしくてもそんなに気にはならないよね。なるほどです。素敵なイメージですね。では、エナちゃん、ロケーションをいらぬ差し上げてちょうだい。でもまあイメージ的には街中って感じやけど、滝のそばでも気にならんのはいい部分かなと思う。どこかな。ゲームセンター。滝あるとこから選ぶ。滝で めちゃくちゃ滝に囲まれた場所なかった前。これか。あ、ここ全然いいから、もうすでに作っとったわ。なんであんな滝だらけのとこにしたんやろ、私。自転車やったよね、あれ。じゃあ別に滝なくても大丈夫か。まあ大丈夫は大丈夫なんやけど。滝なくても、あ、これは滝にめっちゃ囲まれとる。どうかな。じゃあこれにしよう。よき、ここにします。うわー、良さそうなところだね。早く見てみたいな。ブイブイ。室内もうるさいし、外に出てもうるさいっていう。うわ、落ち着く場所がね。まあ、いっか。それではビネガー様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、ビネガー様を現地にご案内してね。で、あれよね、周りをいろいろと物を置く前に建物変えんといかんよね。来たよ来たよ、滝に囲まれた場所。へえ、ここが僕の別荘になるんだね。早く出来上がるといいな。つるっと滑って滝に落ちんよんね。それじゃあよろしく、楽しみに待ってるからね。ブイブイ。よし、じゃあまずは家の外観を変えていこう。どれがいいかな。ゲームセンター。どうだどうだどうだ。なんかこれちょっと上品な感じがするよね。別にちっちゃくていいかな。いやー、じゃあこれにしよっか、形。んで、木製ね。ビネガーだよね。紫の石屋根、かやぶき、緑の木製。このままでいっか。よし、これで。んで、周りに、周り、
や違うな。ちょい植物を、どんな感じの植物がいい？ライトアップ、広葉樹でライトアップできんもんかね。ねえ、でも特にないな。ライトアップの針葉樹にする。これでこんな感じで、とりあえず両脇に置いといて。バランス悪いな、ちょっと。あーでもな、なんか違うな。いや、やっぱこっちか。あー、こっちの方がいい、こっちの方がいい。で、ゲーセンにみんなが遊びに来とる風で、自転車を置きたいね。自転車この辺にないっけ。あ、電動キックボードとかもいいな。あれ、電動キックボードがあるんやったら、あそこに同じ並びに自転車ありそうやけど。え、ないぞ。あ、あったあった。シティサイクルよりマウンテンバイクやな。あとで消しとこ、シティサイクル。で、電動キックボード、シティサイクル、どれ？これか。はい、消しといて。まあ、このあたりに。これちょっと色を塗り直しとくか。うん、まあ別に。あとは、よし。中に入ろう。入りまーす。さあ、これで必ず置くもの。あ、かわいい、めっちゃかわいいんだが。このクレーン、めっちゃかわいいんですけど。何回かやった。取れるかな？めっちゃ遅いやん。超遅いやん。あー、取れない。取れるパターンあるんかな？とりあえず壁紙変えていくか。壁紙。あ、もしかしてオーダーの中にある壁紙。壁紙、あったあったあった。黄色いペイントウォール。サーカス。あー、なんかいい感じじゃないか。パープルパズル。茶色いダイナー。あー、うーん。クラブ。サーカスかな。で、ミックスウッド、ゴムタイル、あー、テラコッタタイル、あー、なるほどね。モノクロパネル、あー、パーティー、あー、パーティーかな。で、待ってよ、この辺のをコピー4つぐらい、どうしよう。これ画面変えれる？あ、これ画面変えれんのや。なるほどね。え、全部なんかストリートファイター的な感じ。こういう感じで置いて、で、これを今量産してよ。これ座る方向あるかな。よいしょ。なんかこんな感じじゃない？実際のゲーセン、こういうコーナーあるよね。あ、小学生ぐらいの時にこういう、なんていう、アーケードゲーム、こういうコーナーに行くのめっちゃ好きやった。めちゃくちゃ好きやった。でさ、なんか手前の方に UFO キャッチャーとかがあるんよね。あ、これは変えれる。やっぱこっちは変えれんのか。これはなんかいろいろ種類ある。あ、めっちゃ種類あるやん。あ、かわいい。めっちゃかわいいやん。いいね。え、これはさ、
あ、ちゃんと中身全部変わっとるよね。へえ。おお、なんか、なんか、なるほど。ホワイトいいな、ホワイト。まあ入ってきてすぐのところに、どうしようかな。こっち一面。いや、これ、4台ぐらいにしとこっか。とりあえず。これで、普通のレッドも置いとくか。んで、これが、ピンク。いや、でもあれだよね。男の子なんよね、ビネが。ちょ、今めっちゃ思ったけど。それならあれか。ピンクより、ブルーとかにしとくか。んで、あと、これを、イエローで。よし、こんな感じで。ちょい待ってね。あと、ここオーダーのやつよね。非常口も。ん？非常口どっか出た？今。出てないよね。はい、非常口。そうそうそう、そんな感じ。吊り下げ式モニター。いや、監視カメラを。で、缶ジュース。スマート壁掛けスポットライト。ミニサーキット。消火器。んで、ダーツボード。これ2つぐらい出しとくか。あ、これ種類あるやん。なるほどね。これだけじゃないやん。キャンディーマシン。お菓子の自販機。あー、ガチャガチャも欲しいね。普通の自販機も欲しいし、スチールのゴミ。狭くねー、家。めっちゃ狭くねー、家。ゲーミングデスクとかあるやん、すげえ。アーチの受付カウンターとかもいいよね。ねえ、ゲーセンのスタッフさんたちがおるとこ。カプセルトイとかも、こんなもんじゃ足りんって。カウンター置けるかな、どっか。カウンターと、店員さん。このね、電子掲示板は、まあ、なんか、この辺か？こんな感じで、まあ、置いといて、非常口のやつ1大丈夫やね。で、ここに置いておいて、んで、あとは、いやー、これなーこれなー。でも、なんかさ、ゲーセンの中心にドーンとカウンターあったりするやん。なんかそういう、どうかな。ガシャポン向こう向きにしよっか。こう。いや、邪魔だな。めっちゃ邪魔だな。こっち置く？そしたらそこが通れんくなるんやけど。じゃあもうあれか。こっちの自販機消すか。うん、こういう感じにしとこ。どうよ。どうすか。こんな感じで。なんか店員すげえ邪魔な気がするけど。ああ、まあ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 。こんな感じでね。オッケーオッケー。こんな感じでどうでしょうか。どうかしたの？もしかして出来上がったとか？ VV。はい、完成しました。わーい、ついに出来上がりか。どうもありがとう。いえいえ。どうすか、いい感じ。ビネガー様、ゲーム大好き。
ね、厳選仕様にするならさ、もっとめちゃくちゃ広くしていただきたいよね。座る方向逆なんですけど、私置くの間違えた。いい感じじゃない？今の写真で良くない？一応撮影したけどどうすかね。どうもお世話になりました。さて今から何しよっかな。勤務お仕事はもう終わったんだし、ゆっくり休んでていいからね。ブイブイ。はい、写真どうやろう、大丈夫かな今ので。そっか、それじゃあ気をつけてね。また何かあったらお願いするから、その時はよろしく。ブイブイ。お仕事終わりました。アイナちゃん、お疲れ様。すごく頑張ってるじゃない。一言で言うと機体のコーディネーターね。何それ。これからもあなたが活躍してくれるのを楽しみにしてるわね。はい、今回のお給料。え、9000？増えた。3000。9000ポキよ。基本給をアップしといたわ。やったー、昇進や。こんな感じでうちの事務所ではスタッフの頑張りに応じてお給料アップさせてもらってるの。イエイ。これがベルならな。やった、機体のコーディネーターって呼ばれた。もっと頑張ろう。あ、それと事務所の制服が増えたから、あとでロッカーを覗いてみてね。仕事着を変えるとリフレッシュできるし、その日の気分で選んでみたら。おお、じゃあまあ次回の時に見てみよう。とりあえずこれ買わせて。このシューズボックスは660ポキか。買っちゃいます、めっちゃ可愛いもん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、機体の、なんちゃらかんちゃらコーディネーター。あれは何？そういう、階級にアップしたとかそういうことなのかな？要は。給料上がったし。